里見選手にお話を伺いたいと思います。はい、まずは福留選手おめでとうございます。ありがとうございました。はい、福留選手、京都出身ということで地元での勝利です。今日の試合を振り返っていかがだったでしょうか。全員で今日はハードワークをして、最後まで粘り強く、一点一点喜んで勝とうって言ってたので、そのプレーが出て良かったと思います。 井上選手が代表機関のため不在の中、リベロとしてどのようなことに気を付けてプレーされてましたでしょうか。自分は井上選手のように、拾える範囲とか拾えないので、スパイカーの方と、確認をしっかりして自分の拾える範囲をしっかり丁寧にやろうっていうのを意識していました。はい、それでは京都のファンの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。 今日はたくさんの応援ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは皆様、デンソーエアリービーズ福留里見選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。